さあお互いこれは一勝同士ですかね。そうですね、1-0。はい、え、すごい松田選手、これはおそらくですけど、はい、先週上がったハレルヤコンバットという動画があるんですけど、はい、それに持ち込んだデッキに似ているような初手でしたけどね。ギデもいましたね。そうですね、さあ高橋さんはアリガン、ちょっと土地が1枚もなかったですね多分。さっき松本裕樹さんと戦ったのは藤秀さんですか。そうですね、はい、1回戦で藤田治さん対松本裕樹さんというもったいないフューチャーマッチにしても、したいぐらいのマッチでしたが、で広沢さんがね、その松本さんのデッキを見て、あ、年末だな年末来たなって言ってましたね、もう風物詩みたいな。お、もう高橋選手マリガン後はかなりいい初手で秒キープでしたね。実はボトム、さあゲームスタートです。ザラスト3、2018、2回戦モダン、まあ、高橋優太さん対松田幸男さんの試合をお送りします。はい、ここは原始で、お、早速もう高橋選手を象徴するカードが今戦術で上に置かれましたね。最高でした。今土地がもう1枚しか手札にないんですけど、トップがニガバナと追加の土地だったんで、この辺もけど今高橋選手手札に多分コジェレックの審問もあったと思うんですけど、はい、1ターン目もう全然悩むことなくドローから入りましたね。さあここでニガバナをプレイオフトでその後フェッチを切りに行きます。ライブラリー天使のたしなみがあったり、あ、違うか、稲妻の螺旋ですかね、ヘリックス。そうですね、どうなんですかね、あのカードが入っているのかちょっと見えませんでしたが、最速にイガバナ2A と、イガバナやっぱりフェアリーを生かすシナジーがあるとナイトでは全然違いますからね。最近レガシーのいろんなサイドボードに入ってたりもしますけど、うん、聖トラフトの霊をプレイしました。先ほど話題になってた石川さんのトラウマカード、はい、トラウマカード、トラフト、トラウマですよ。しかもデュエルデッキのバージョンですね。ただ高橋選手はこれにフェッチ、戦術で積んでおいたフェッチを即起動。さあもう聖トラフトの霊を対処できるカードはかなり少ないんですが、ここでしっかり、はい、モードエディクトで、もうここまで高橋選手マリガンしたとは思えないぐらい完璧な立ち上がりですね。100点。さあここでギデオンをプレイします、うん、まあただちょっと苦バナには苦しいかなって感じがしますね。ちょっとカードの性質上数で押されると。さあリリアナのモードでお互いディスカード、さあハンドを確認します。どうですか、ここまでお互いどっこいどっこいですか。いやもうがぜん高橋選手のペースですね。今4枚目の土地もしっかり引き込んでるんで、ここでさあジェイスと、まあ、確かにこの動きを見てるとちょっとフェアリーとはと、うーん、そうですね、苦笑いはもちろんしっかり出ているんですけど、はい、コントロールそうですね言われてもっていう感じですね。苦笑いリリアナ神ジェイスですからね。単純に強いカードがポン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 、そうですね
このリリアナ・ジェイスのプレインズウォーカーにどうギデオンが挑むか、試練ですね。もうカード名がそのままですからね、挑んでますよさすがにこれが試練だったら僕はまあちょっと諦めちゃいますけどニガバナ、カミジェイス、ベールのリリアナっていたらさすがに逃げる。まあでも高橋選手フェアリーが好きとは言ってもその本当に好きだけでニガバナを入れてたりはしないと思うんで、本当にちゃんともちろん抜いたバージョンとかもやってるとは思うんで、はい、まあ、実際このプレーンズウォーカーたち守るの何が一番簡単かっていうと、ニガバナのトークンで守るのが一番適しているような感じはしますよね。このゲームを見ててももう実際ニガバナのトークンも超えなきゃいけないし、さあこういった形でフェアリーでブロックして守ると、もう実際盤面をニガバナだけで支えて、あとはプレーンズウォーカーでアドバンテージ取っていけば必然的に有利になっていくので、さあ今英雄の破滅も引きましたね。ギデオもしっかり対処できる。またちょっと高橋選手としては今黒マナが欲しかったと思うんですけど、黒マナでコジレックの神門から英雄の破滅って動きたかったと思うんですけど、まあなのでこのターンは神門1枚打って廃墟の地を起動して黒を確保して、次のターン2枚目の神門から英雄の破滅っていう風に動きそうですが、ちょっとコジェレックの指紋2枚目がいるかどうかですね。血清の原始春章、コジェレックの指紋の2枚目あたりが上に置く候補になりそうですが、1枚は致命的な一押しでほぼ確定ですが、さあ今ライブラに戻すカードを決めました。さあここは津村さんのおっしゃる通り神門から、さて札を見せてくれということで稲妻対応してリリアナを落としに行きます、さあリリアナを落としましたが、はい、さあ除去ギデオンといった形です。まあ、一応除去除去だと二側のトークン1回ゼロにはなってしまいますけど、まあ、それでもジェイスが5なんであんまり大きな問題にはならなそうですけどね。ちょっと今高橋選手としてはルケーの道を打たれたとしても土地を持ってこれる上にシャッフルもついてるんで、まあそんなにデメリットもないですし、パッと右でも落としそうかなって気がしますけどね。お、パス、ここはパスを落としに行きました。これでシャッフルしてライブラリリフレッシュ、はい、廃墟の地で展開の列柱を落とします今手札にセーランビジョンがあったんで、さらにライブラリーを掘り進んでいきつつ、もうかなり差が開いてますね。松田選手はもうどうしてもジェイスに届かないんで、まあ、だから高橋選手はしばらくもうギデオンはニガバラの遠くに任せておこうと。英雄の破滅持ってはいるんですけど、松田選手が2枚目のギデオンを持ってるんで、しばらくは除去せずに放置してニガバラに頑張ってもらおうと。さあ血清の原子で掘り進めました。カード1枚引いて戦術2、もう松田選手今除去を打って殴ったとしてもジェイスが落とせないんで、まあ、それを加味して殴るかどうか考えてましたが、まあ、実際本当にもう2ターン目からプレーンズウォーカー連打してるような感覚に対戦相手からしたらなっちゃいますよね。もう苦罠も本当にプレーンズウォーカーぐらいの働きをするのでさあ1点支払ってフェアリーが出てきます。もう楽しくて仕方ないでしょうねここまで来るとジェイスのブレインストーム連打みたいな、ジェイスも絶対に落ちないっていうもう確信がありますからね、ここまで来ると。はしゃぎすぎて死ぬみたいなことはあります？いや高橋選手に関してはないですかないです、はい。あの対戦相手ライフがゼロになるまで投了しない人とかいると思うんですけど、はい、高橋選手もそれと反対で相手のライフがゼロになるまで油断しないみたいな、そういうイメージはあります、ね、怖いですね。いや怖いです最後の最後まで
決してミスらない。素晴らしい。さあこれはフェアリーアタック。もう先ほどまで2体起こしていたのが、まあ、1体殴るようになったのがどれだけ高い選手の手札が強いかっていうのを示唆してますよね。さっきまではずっと2体で構えてて除去が飛んできても絶対ブロックできるようにしてたんですけど、はい、もうそれその構えを解いたということは。ああ、おかわりリリアナも来ましたね。英雄の破滅でギディオンは対処されます。さあグルーランドの島が美しいと。さあペンデルヘイブンですかね。フェアリーを強化するために入ってると思われる。さあまたしてもリリアナ、もうどう見ても嫌な感じがしますよね、この4マナ立てたフェアリーと、そしてまたアタック。さあもう松田選手ここで、はい、たまらず投了と。まあ、高橋です。手札は最後の1枚謎めいた命令でしたから完璧。さあ見事高橋優斗選手ワンマリガンをもろともせず盤石の勝利といったところでしょうか。1ゲーム先取しました。さあ松田さんはなんとかね取り返したいところですけども、ん、確かにそう言われてみるとそうかもしれないです。確かにあのターンは壊せなかったかも。エンドに破滅打ったんですけどギデオンが破壊不能、そうですね、クリーチャー化してたんで確かにあのターンエンドだと殺せなかったかもしれないです。確かに。松尾さんの下にトリコ首パーンっ て最近ちょっとね公式の方でもデッキ名は結構はっちゃける風潮がありますけど、トリコ首パーンってどういったデッキなんでしょうかこれいや本当にあれが入ってるかちょっと分かん、まあ、多分入ってると思うんですけど、はい、そうですね、高橋選手のフェアリー要素はニガバナと、呪文詰まりのスプライト、はい、場に出た時にフェアリーの数以下の呪文を打ち消すっていう瞬速のクリーチャーなんですけど、はい、最近は多分そこだけですね、本当に。さあ栄光の後期このカードが入っているのか。まあでも本当にさっきのゲームを見てるとニガバナがなぜ入ってるかっていうのは結構わかる、それだけでわかるような感じはしますよね、はい、ブレインズウォーカーを守る最強の壁兼勝ち手段として。そうですね、すごい松村さんがねこのフェアリー側の解説すごいしてくれてるんですけども、トリコ首パンが気になってもしょうがない入ってるのかな、ちょっとそれがまだ。まあ確かにギレもいっぱい入ってますもんねあ、入ってますね、入ってました。今栄光の後期1枚は見えました。じゃこれはもう首パーン確定ですか首パーン首パーンって名前大丈夫ですかカオリデに入ってます、はい、カオリデに入ってるんですが、いやこんなタイトルのデッキと当たりたくないですよ絶対トリコ首パーンって怖いっすよちょっとそういうことですもんね、首パーンすることってことですもんね詳しくは先週のハレルヤコンバット、先々週ですかね。さあ高橋優斗選手のデッキ名は青黒コントロールと、あれ真面目に変わりましたけど松田選手の方は変わりませんということで、僕はけどちょっと青黒フェアリーを押したいですけど、ね、やっぱりあのニガバナのあのチャンプブロックの数を見てるとやっぱフェアリーかなと思っちゃいますけど、もう雰囲気も美しいですからね、そのプリンズウォーカーの周りにフェアリーがいるっていう感じがちょっとおしゃれというかおしゃれですね、その場面を考えると、はい、そういうの想像しがちなんですよ。ちょっとニガバナイラストも人気ですからね、カードの強さだけじゃなくて。
さあ皆さんデッキ名に夢中でありますが、うん、いやでも本当に高橋選手やっぱプレーももう本当にデッキのことを熟知してるなっていうのは伝わってきますよね。あの1ターン目セーランビジョンとコジレックでもうノータイムでセーランビジョン打つあたりは熟練度が勘が見れるところですね。津村さんの、ね、ご紹介に松田選手どんなデッキでも使ってすごい広い受けが広い方だって言いましたけど、はい、まずはトリコ首パン、まあ、フルトは広いですね。広さやっぱ感じます松田さんのどのデッキも扱えるよ。結構高橋選手がフェアリーが好きでフェアリーを使い込んでるっていうのは世界的に知られてて、はい、だから海外の放送とかでも青黒コントロールって書かれるといやフェアリーじゃん、うーん高橋が使ってるんだからフェアリーだよってコメントは結構あると思いますね。もうそれぐらい本当もう世界的に知られてるフェアリーマスター。最近ハレリアプロズの記事でもよく出てくるんですけど、ただやっぱ高橋だから勝てるんであって決して真似はしないようにともよく書いてありますね。やっぱマスターだからこそ勝てるって。ヤソコンみたいなことですよね。そうですね。さあゲーム2はスタートしてます。さあデジャブかのような、おおしかし、おしかしちゃんと対処するカードがありました。今回はもうバッチリですね。さあ1ゲーム目とは違うのはもうニガバナをしっかり対処した。これでまたベールのリリアナとかジェイスでつなげられるとがぜん高橋選手のペースなんですけど、今回はもう松田選手が先にギデオンでマウントを取ってるような状態なので、はい、プレーン増加を気軽に出すことは難しいです。また松田選手今パッと見奥義あのゼロで紋章を得てもおかしくなかったんですけど、はい、プラスにしたのは細かいですね。多分ベンデリンを警戒して4にしときたかったんだと思うんですけど、ここでフェッチを起動して土地を持ってきます、うん、しっかり、ね、高橋さんの手札にはベンディリオありましたからね。あすいませんベンディリオもフェアリー要素ですね。さあ春章の魔導士、さあフラッシュバックはビジョン、ベンジリオンも打点の高いフェアリーなんですね、うん、そうですね。こちらもレガシーでバリバリ使われているぐらいのカードパワーですが、まあ、一応エンド前に出てきて、ギデオンが何もしてなかった場合に3点食らっちゃうんで、ここで4にしとくと仮に1回ベンジリオンが通るようなことがあっても大丈夫と、まあ、松田選手手札的にそれを許すことはなさそうですけどね。イゼットの静電術師が今構えてるんで、はい、さあこれでパチパチ1点飛ばしてと、さあ早速静電術師で春章の魔導士は落とされました、うん、さあリリアナで静電術師を落とします。まあ、ちょっとこの先邪魔になりそうなクリーチャーを対処しつつギデオンで1回どついてもらえるんで時間稼ぎにもなると。この間にちょっとねギデオンの回答なりなんなり引きたいところですが、ちょっと今のところギデオンは触れなさそうなので、やっぱ2ターン目にニガバナをしっかり対処できたのが効いてますね。松田選手もしかするともうリリアナを無視することを多少視野に入れてるかもしれないですね。それはもう高橋さんの首を狙いに行ってるってことですか。そうですね、まあ、リリアナは現状プラス以外あんまり使い道がこの先なさそうなので、本体行きました、ね、行きました、まあ、なのでお互いこの状態で手札が減り続けるのは、まあ、松田さんにとっても悪くないだろうと。ライフは7対19、
まあ、リリアノも劣勢の状態だとゼルダを捨てるっていうのはどっちがきついかというと難しいところですから、また本当にマイナス2にしばらく価値がなさそうなので、さあこのまま高橋さんは回答を得ることができずに松田さんの技量に殴られ続けるか。さあお互いリリアナのモードで1枚ディスカードします。さあ攻撃いった。さあベンディリオン瞬速でプレイします。はい、ここはヘックスで落とします。今これのやり取りはまだ出てないよねってことですかね。スタックですかね、出て、の場に出た時対象を取って、はい、それにスタックで稲妻の路線を打ったんですが、否認。そこは稲妻の路線を打ち消します。もう一回ギデオンが通ると高橋選手のライフが3まで落ちるんで、そうすると松田選手のデッキには稲妻の螺旋と稲妻がおそらく最低でも6枚多ければもっと入ってるので、さあここでベンディリオンの場に出た時の効果が解決に入ります。この攻防で一応高橋選手ギデオン以外はもう何とでもなりそうなんで、もう本当にギデオンだけですね。まあ、ただ松田選手の手札にもう一枚ギデオンがあって、それもちょっと現時点では決して無視できないので、さあ綺麗にさばけるか。さあ高橋さんの方には最後の望みリアと春章の窓押し。ベンディリオンでブロック。さあリリアナラストホープで春書の魔導士倒します。これが最後の望みリリアナもかなりいいですね。もう回収能力でチャンプブロッカーを供給し続けるという役割も担うので、今の松田選手の手札にはギデオンの2枚目があるんで、はい、ギデオンを対処直接的に対処するよりももしかするとこうやってチャンプブロックを繰り返す方が効果的かもしれないです。対処するとすぐ2枚目が出てきちゃうだけなんで、はい、ただチャンプブロックすると松田さんの手札の2枚目のギデオンはそのうち、ベールのリリアナでディスカードにもなりそうですし、これは結構高橋選手巻き返しできそうですね。先ほどよりは全然。さあダブルリリアナのプレッシャーがすごい。さあギデオンを捨てました。さあ墓地から回収していきますよ。ライブラリー2枚落とし、ちょっとねここで使いやすい瞬章で使いやすい呪文とかが落ちるとなお良かったんですけど、それはできなかったみたいですね。そうですね、リリアナと土地が落ちました。なので墓地に今あるインスタント呪文ソーサリー呪文は否認しかないので、ここはどうするでしょうか。ここは瞬章の魔導士をピックアップ。はい、ここはタールコーで殴りに行きます。これで瞬章でチャンプブロックしている間に、先先のこちらの忍びよるタールコーをクリーチャー化してギデオンに攻撃に行きました。現状これで松田選手は回答がないとこのままギデオンが落ちてしまうんで、でベールのリーダーで2枚目のギデオン もう捨てざるを得ない状態だったので、もうがぜん高橋選手が有利になりましたね。松田選手は仮にここでモードを切り替えてタールコーにギデオンを使ったとしても、最悪瞬章がそのまま出てきて、ギデオンを落とせるので、
うん、素晴らしいですね。あそこからこんなに早く巻き返せるとは。あそこのベンデリオのターンがかなり大きかったですね。松田選手に火力呪文を使わせて、高橋選手あのターン中にできるだけマナを使いたかったんで、否認までちゃんと使えて効率よく動いてさばきましたもんね。しかし聖ドラフトのレイをプレイ。ただこれだとタールコーが止まらなかった場合は、そうですね、これでさらにタールコーで、さあタールコーがギデンを落としたぞ。盤面に残ったのは二人のリリアナ。さあ松田さんの首を絞め始めたか。松田選手今展開のレッジを引いたっぽいんですけど、高橋選手の場にしっかり2枚廃墟の地があるので、はい、廃墟の地で展開のレッジを破壊します。さあこうなるとトリコ首パンはハルリアコンバットを見てということになりますか。そうですね、デッキ名の由来など、はい、デッキ名の由来というかデッキの動きとかは、さあここから高橋選手はリリアナ、最後の望みをどう使うか。一応ベンデリオンとかを返すのが一番早そうですが、お、ここでセーランビジョン、タールコーでアタックして返し、もう瞬勝で否認を構えましたね。見事完全に押し返しました。まあ、今もう懸念材料があるとしたら、高橋選手今のフェッチで多分ライフが6になっちゃったんで、はい、まあ、火力2枚で一応すぐ、ライフが削られてしまうことぐらいですかね。さあお互い手札ないよと。高橋選手盤面のクロック自体5点でまだちょっとターン数が長いので、まあ、それまでに打ち消し呪文なりなんなり、確か瞬勝墓地にもう1体いたと思うんで、最悪、あ、けどもう否認がないのか。リリアナの能力起動で打ち消し呪文が落ちても、なんかすごいカードが盤面に映ってますが、否認否認ではなく否定。さあマナーリーク、一応ダメージ軽減できそうですね。この後セーランビジョンでドローに当てるんで、マナーリークを打つと、まあ、最悪リリアナで捨てられちゃうんで、さあこれでもう火力呪文を弾けるカードが引ければ、さあ2つともボトムに送ります。さあライフがどんどん詰まってきた。もうけどあと2ターンですかね。ライフ今多分9か。さあここで、はい、ということで高橋選手見事押し返して2本連続で取りました。2勝0敗、見事でした。いや、プレーもやっぱ正確ですよね。逆転までが、もう自分が、まあ、優位イーブン以上と見るや、それをもう渡さないように。高橋選手その辺あのフェアリーを多分長く使ってる影響かもしれないですけど、はい、攻守の切り替えっていうのはプロプレイヤーの中でもすごくうまいと思いますね。